皆さんこんにちは、ダイスです。今回はですね、実はゲーム実況してると引きこもりなんですよ。私なかなか外出ないよね。なかなか出ないですね。本当に出る機会がものすごく減ってるから、少ない。今日は髪を切ってきて、そのついでに買い物をしてきました。してきましたよ。で、今回は何を買ってきたかというと、開けていくよ。はい、これ買ってきましたね。全部で6点買ってきたんですけど、この6個がすごいです。あのお店のお姉さんにいろいろお化粧の仕方から教えてもらってきました。あの自分の独自のやつがいっぱいあったなって思って、ちゃんと勉強してきて、してきましたよ。これできっと綺麗になります。いい店員さんだったね。すごい優しい店員さんでした。早速ご紹介していこうと思います。まずはですね、この一番でっかいやつ、これがですね、アルビオンっていうシリーズメーカーさんなんですけど、アンフェネスダーマパンプミルク乳液です。開けてみるね。はい、もうね、中はこんな感じで、これキャップついてるんで持ち運びできます。こういうの嬉しいよね。 200g 入ってるんでたっぷり使えます。で、乳液なんですけど、教えてもらって、やり方がですね、洗顔してから乳液をつけて、で化粧水をつけて、で美容液かクリームをつけるっていう方法で教えてもらってきました。なんかね、つけ方もこうやってこう、あの上げていくっていうやり方レクチャーしてもらったので、今日からはこのやり方で、きっと肌も整っていくことでしょう。嬉しい。で、次はこれ、これがファンデーション、スティーミングスキンっていうファンデーションです。入れ物がこんな感じになってます。これね、SPF も23なんで夏場も使えるよ。焼けるとこんな感じ、プッシュ型になってて、これも手に取って、薄付きでね、伸びがすごく良かったです。次がこれ、これが肌色のメイクアップベースになっていて、パンプリフティングベースです。こっちも SPF25 で夏場も使える感じになってます。色がね、何種類か種類が違うのであるみたいなんですけど、ちょっとベージュっぽい感じのベースの色になってます。開けるとこっちはこんな感じ、プッシュじゃないんですけど、出し入れもね、綺麗にできるやり方を教えてもらってきました。ファンデーションつけるときはこっち先で。次はこれ、目元のファンデーションで、さっきのファンデーションとちょっとね、効果が違うものです。開けてみます。種類色があるんですけど、濃い方と、あとはパールがかった白みがある方、これもね、使い分けもやり方とかがすごくって、今までやったことがない感じでした。かなり肌色が良くなります。で、次はこれ、これはアイカラーアクアレルアイズの07番の色になります。はい、色はね、こんな感じです。結構ね、色味がこういうの気になるんですけど、出してみるとちょっとクリアな感じで、でね、ラメがね、結構大粒のものが入ってるんで、ハイライトとかにも使えるよっていうのでおすすめしてもらいました。ここめっちゃ可愛いの、入れ物もいいよね。で、これ伸ばすとなんか液体なんですけど、パウダーみたいに変化するのがすごかった。そして最後、
これがエレガンスクルーズサンディカラー、フェイスカラーになります。でこれも私はピンクの系統の PK101 を購入してきたんですけど、オレンジ系のカラーとかいろいろ種類があって、私はこの色にしました。ちょっとねリップみたいな、危ない、リップみたいな感じの入れ物になってるんですけど、これもさっきのこのアイカラーと同じように液体になってるんだけど、つけるとパウダーに変わるっていうすごいものです。開けてみるとね結構わかるよね。このねブラシもすごくね使いやすそうだったんですよ。なのでこの2つブラシタイプからつけるとパウダータイプみたいに変わるので、これはまだ自分で一人でやったことがないものたちなので、これは明日からのメイクするのがめっちゃ楽しみです。いろいろ聞いてきたんだけど一番驚いたのがこれ、これねすごかった。ね、ベースから整えて綺麗になりたいと思います。はい、ということで今回は美少堂さんに行って化粧品を購入してきました。教えてもらったことを実践して綺麗になっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録と高評価とコメントとよろしくお願いします。それではまた See you!